札幌芸術の森は札幌市南区芸術の森にある複合文化施設。札幌市の都市公園として整備している公共建築百選選定。1977年札幌青年会議所が提唱した札幌アートパーク構想に橋を橋、1981年に札幌市がプロジェクトチームを設けて具体的な計画を策定した。 札幌市郊外40ヘクタールの敷地内に芸術関連の施設や作品を配置しており、鑑賞発表、制作、研修、情報交流の機能を備えている。芸術の森地区の中核となる施設であり、創造都市札幌の原動力の一つになっている。札幌市立大学芸術の森キャンパスや札幌アートビレッジが隣接している。 年間を通して様々なイベントを模様しており、毎年夏にはパシフィックミュージックフェスティバル、札幌シティジャズノースジャムセッションが開催されているほか、北前札幌漫画アニメフェスティバルも開催される。当期は野外美術館が休館となり、漢字機を利用して無料で設中の作品を見ることができる。 札幌芸術の森は1984年から1999年まで3期に分けて事業化していった。札幌芸術の森美術館詳細は、札幌芸術の森美術館を参照クラフト、工房各種団体が利用できる講習会専用施設、大制作室、中制作室、小制作室工芸館展示ホール、常設展示コーナー、染め、食工房、 クラフトショップがある。東工房各種製品用具、土練り機、灯油用、電気用を備えており、個人からグループでの貸し切り利用も可能。木工房工具一式を備えた工作室、専門的な製作や加工が可能な機械加工室を備えており、個人からグループでの貸し切り利用も可能。有島武雄宮廷札幌にゆかりのある有島武雄の邸宅建築を、 一区復元したもので、有島の資料を展示している。札幌、ふるさと文化百選選定、芸術の森センター芸術の森中央に位置している。野外美術館見売所、レストラン、アートロビー、事務室、アートホール発表機能を備えた、アリーナ、大中小の各練習室、ピアノ練習室などがある。アリーナ、 面積645平方メートル、最大収容人数600名、特別控室大練習室、面積488平方メートル、最大収容人数300名中練習室、面積171平方メートル、最大収容人数150名小練習室1.2、面積各47平方メートル、最大収容人数各10名小練習室3.45、 面積各30平方メートル、最大収容人数10名小練習室6、面積40平方メートル、最大収容人数10名ピアノ練習室、面積47平方メートル、最大収容人数10名野外美術館7.5ヘクタールの敷地に、日本をはじめとした現代彫刻家64作家73点の作品を展示している。佐藤忠義記念子供アトリエ少年期を、 札幌で過ごし、美術の教科書や絵本を数多く手掛けた彫刻家、佐藤忠義に関する施設。版画工房同版、リトグラフ、木版、シルクスクリーンの版画制作機能が一つのフロアにあり、大型版も擦れる貸し工房。個人からグループでの貸し切り利用も可能。絵画アトリエ AB 絵画制作を中心とした、長期間滞在可能な一戸建て施設。アトリエ A。 延べ床面積145平方メートル、制作スペース約48畳アトリエ B。延べ床面積113平方メートル、制作スペース約20畳多目的アトリエ12畳程度の、研修室2室、談話室を備えており、グループごとの研修やレクリエーションに利用可能。彫刻アトリエ石膏専用の一戸建て施設。野外ステージ一席500名。 芝生席で4500名まで収容可能。ロッチサンゴ後屋風の一戸建て施設。上り釜、穴用個人でも利用可能。ありがとうございます。